トレイルランニング大学、今回はトレイルランニングではなくロードバイクの発想について、まあ皆様フリマアプリメルカリラクマペイペイフリマと使ったことあると思うんですけれども、この自転車を売った場合どのように発送するのが一番得なのかっていうのがありますね。結局安く発送すればするほど自分にとって利益が増えるので、この発送費については重要です。まあ、もちろん発送費はこの売った側の負担の場合ですね。直接取引っていうのもあるにはあるけれども、それはやっぱ見知らぬ人と会うのは非常に危険なんでね。まあ何がどうなるかわかんないんで、まあ代金も払ってもらえるかとかわかんないし、まあ危険だらけなので、まあ普通通り発送するのが一番安全だし、代金も回収されるので。でそこで今回はメルカリでの自転車発送についてなんだけれども、メルカリで自転車発送するならば、もう梱包発送頼める分、これに決まりですね。これはやっぱ一番安いし、発送する手間暇が最小限で済むので、もう自転車の発送これ以外は考えられないですね。でも発送する場合、過去にメルカリを使ったことがある人であれば、あらかじめ発送方法を頼める分にしておくだけです。で、ここで大事なのは、あらかじめ事前に設定をしておくということですね。売れてからはこの発送方法は選べないので、事前に設定しておく必要があります。で、発送の費用ですね。ロードバイクだとまあ物にもよりますけど、ギリギリで200サイズ、私が過去3台売ったのは200サイズですね。ただロードバイクといってもフレームサイズとか、あとはハンドルやサドルに何かアクセサリー、付属品をつけてるとサイズが変わるんで、その場合は250サイズになる場合もあります。で、商品が売れた場合はこのヤマトの人が取りに来る日にちを設定します。で、その日になるとこう従業員が来るので、あとは梱包して持ってってもらうという流れになります。で、重要なのはこの従業員が来た時、発送したいサイズを伝えることが重要なので、もう一度この黒猫ヤマトの人が来たら最初に送りたいサイズを伝えることが大事です。じゃないとそのまま持ってかれるんでね。ロードバイクそのまま持ってかれるとしたら、この300サイズとか350サイズとかになりかねないんで、来たら最初に希望のサイズを言う。ただ必ずしもその通りになるとは限りません。やっぱりね、状態によってはサイズって変わるもんなんで。で、ロードバイクの場合はサイズ伝えた後、いろいろヤマトの人から、まあ話が来るんで、例えば、ホイールを前後外すとか、サドルを外すとか、いろいろ言ってくるんで、で、その通りに外していくだけですね。まあ、ロードバイクの場合は外せるものは全部外して、ギリギリで200サイズ行くかどうかぐらいになります。で、200サイズに収まらない場合は、当然250サイズでの発送となります。で、ロードバイクを分解するのは、その、売り主、所有者を、やるけれども、梱包とかは、全部ヤマトの人がやってくれるんで、全部クッション材とか、それでくるんで、あとは段ボール箱に詰めて持っててくれるんで、これはかなり楽ですね。もしこれを自分でやろうとしたら、そのロードバイクの大きさに合う段ボール箱を持ってくるのも大変だし、梱包材もそれ相応のものが必要になるんでね。そういう意味ではこの頼める便は非常に使えるものとなっています。以上、今回はメルカリでロードバイクを送るとき、最安で、そして効率的に送る方法でした。チャンネル登録よろしく。